ご説明させていただきたいと思います。西川さん、よろしくお願いします。はい、それではですね、私の方から今カルベの方から、戻るよって言われてもわからないので、はい、もうちょっと短期的に階段をこんなふうに上がっていきますというのを教えていただければ助かります。はい、まあ、今期でもう全部引き合ってちゃうのか、それともこれから発生する段階で、まあ、費用として計上していくのか。その、人員で測るとですね、これで言いますと、すでに6400人分の仕事の、能力を、まあ、削減していると。それから、その後ですね、最後までいきますと、1万2500と書いてありますけれども、まあ、これに相当する能力の調整と、あるいは削減ということになるということでございます。But can you talk about what percent of retail sales you will have in that year compared to now? 下回っているということは認めざるを得ないなと思っておりますが、ここはですね、第二四半期、第三四半期、第四四半期で、我々の想定に対してですね、その下回った分は十分挽回可能で、その量であってですね。サービスに特化していくと、これも分かりました。で、それをこれから我々は、まあ、2020年のムーブトゥー